はい、どうも、やちぐです。もう板つきで、僕さんにも僕ちゃんです今日はこの2人で先日やちが予想しました、はい、雷神トリガー、はい、セカンドかなと、雷神34、うん、予想したカードもありましたんで、うん、まあ、どんな試合だったか振り返っていきましょうという、はい、そういう企画でございます。おお、何を予想しましたっけ。ごめんごめん、ランドマークね。ごめんごめん、ランドマークでした。ランドマークと大阪大会、はいはい、そうです。34、そうです。つか、ライジやりまくりだね。そう、ごっちゃになっちゃうんですよ。ごっちゃになっちゃうね。そう、ランドマークに関してはメインの平本選手と鈴木選手の予想を予想しまして、うん、まあ、見事ヤチが、俺も予想見たもん、ヤチの、はい、で、あの、詳しいな、ヤチと思って。鈴木選手が総合経験があるとかさ、はいはい、内容どんな予想しましたっけ。でもそう、あんな感じの予想したよね。いや、でもそうだね、あの、敬語だったと思うんだけど、敬語だったっけ、うん、交通事故みたいな試合になるみたいなのは近い展開だった気がするよね。1ラウンドで決まりそうな感じもあったし、うん、いやどうでしょう、根性見せたっすね、鈴木選手、うん、まああれしかない中で、まあ、あの戦い方一本槍で、まあ、見事に遂行しましたよね。ずっと組んで打撃ちょっとやって交換して組んでっていう。で、その打撃も当たったりしてたの。うん、あれはね、うーん、あれっすよね、多分わかんないけど、マスできない人なのかなって思った鈴木選手、うん、平本君が。ああ、なるほどね。ちょっとあのもらい方、やっぱあのいるじゃないですか、マスできない人、うん、もうドカドカ切って、うん、結構自己中のマスしか、うん、言い方悪いけど、うん、なんかまさにああいう人が陥る、あのズドンっていう最初のねあのちょっとフラッシュダウンは、そういう人が陥るもらい方してるなっていうイメージ。なるほどね、うん、まあ、打撃もちろん強いんですけど、やっぱ総合の打撃ってああやって一撃でね効いちゃう、うん、中でやっぱマスってその緊張感を持ってできるかできないかじゃないですか。確かに、おいいこと言うマス破りいっぱいいるもんね。そうそうそう、やっぱりどっちかがなんかもうマス破り対策でやっぱ16オンスでスパーやってただけで、うんうん、そう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 、本当はあのうまくみんなができるんだったらオープンフィンガーだけでもいいんだけど、うん、そうなんですよ ね、そうそうそう、やっぱそこって絶対あのいなくなんないじゃないですか、うん、あそこ来るんだみたいな、思いっきり来るんだみたいな、あれやったもん勝ちになっちゃう。そうそうそう、こっちは練習でやろうとしてるのに。でやっぱ入ってきた相手にを止めようと思ったら、やっぱさ入ったところにカウンターとかじゃないですか、うん、でもそれってマスだとあんま打てないというか、うん、もろパチンってなるから、うん、で違う場所狙うしかない、ね、そう。でも打たれた方はさ、あの別にあやべっとはなんない。そう、なんないですよ、言ってる方はね、致命傷を負わなかったぐらいしか思わない。じゃあ試合で初めて経験するみたいな感じ、うん、でも言ってキックのスパーなんていかでもやってる、やっぱ大きいザーグローブで、しかもガチスパーでやれるじゃないですか、うん、そういうことか。やっぱオープンフィンガーでガチスパーできないんで、どうしても、うん、そうするとやっぱりそのお互いなんていうの、分かった上でのこのはいみたいな、うん、あ当たってるよねっていう感じの寸止め、うん、もちろん ある程度当てるんだけど、そこでのこのやり取りがちゃんとお互い分かった者同士でないと、まあ、ある程度当ててもすごい白熱するときあるけど、ね、まあまあ周りが止めるぐらいちょ練習だからみたいなまあ分かんない、これは俺の完全な憶測なんですけど、まあ、そういう練習をしちゃってたのかなっていう。だからあの最初のだって実力、打撃に関しては実力さん絶対平本くんのがもう数段上じゃないですか。でもやっぱああいうもらい方するってことは、いつもだったらみんなが引いてくれてたり当てなかったものをやっぱ試合だと当ててくるじゃないですか、うん、そこでやっぱりいつもとのその距離感とかのギャップが生まれてもらった感じ。え、俺大丈夫、マスできないやつとかになってない、なってないと思う。何を言わされてるんですか。あの隣ですごいディスられてるんだ。いやいや、こっちはできない。大丈夫で、あとはまあ組が思ったよりというか、まあそこはさ、うん、時間かかるよ。まあ確かにね、やっぱあの温かい目で見守らないと、そんな半年1年とかでどうこうなる話じゃないじゃないですか。初めて半年とか1年のことを覚えてないでしょ。覚えてない。でそれであのすごい舞台で、ね、トップのレベルで戦ってるからね、うん、舞台で戦ってるから濃くっちゃ濃くなんですけど、確実に練習ではこれやべえ、強いでしょうね多分。その試合だとね、そこに根性乗ってきますからね。そうそうそう、絶対離さないとか、絶対テイクダウンするっていう、その際の
練習がやっぱりできてないのかもしれないのと、あとやっぱその後っすよね、練習で切れちゃうから、その後の展開って多分あんまりやってなさそうっすよね、見た感じサイドとか取られちゃってもなんかあんまりうまくエスケープできてないというか、ボーっとしちゃってたから、まあシチュエーション練習ってさ、つまんないじゃないですか、あんましてやんなくなっちゃうよね。そう、俺もだからずっとそうだったっすよね、こう実力拮抗した者同士だとそこまでいかないんですよ、サイドまで取れないしバックまで取れないし、もうグレコで終わっちゃうよね。そう、ずっとこの壁際の攻防とかで立つ倒すのこのケツの状態でこうずっとやり合って終わっちゃうみたいな、だそこでね試合だとボコって背中ついちゃったりとか、アクシデントとかも、とかでもう潰れて滑って背中ついちゃったの状況を多分練習できてなかったのかなっていう、経験してないスパーで、だからこれも全部憶測なんですけど、まあ、見てるとそう感じたかな。まあでもその経験の浅さだったらさ、やってても試合で飛んじゃったりする可能性はあるよね、まあ、やってないことはないと思うけど、ないと思うんですけどね、まあでも才能あるだろうしね、強くはなってるね、まあ、若いですね、どん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 本当彼の本人が言うようにどんどん経験積んでね、最終的に確かに最後にね、強くなればいいからね、と思いますけど、偉そうに語りました最近ね、やちくん辛口だからね、最近いろいろね、知恵ついちゃってなんか、切れた感じまあ勝者の鈴木選手のね、期待ということですね。いや、そう、彼はポテンシャル高いですよね。逆にそれですごい評価上がったもんね、うん、そうですね、やっぱ根性ありますよね、やっぱりリーチもあるし、体も強そうだし、素晴らしい試合でした。はい、じゃあちょっと次に行きましょうか。へい、大阪大会、ストラッサー選手対阿部選手、あーこれは外したんですね。外しちゃったな、ストラッサー選手勝利予想、うん、もう突き切るかなと思ったんですけどね、やっぱり体強いんでしょうね、阿部選手は。ベルターだと全然違う前言ってたじゃん、あの減量して ね死神見たくなってたって、ね、そう、まああと柔道強い人で打撃できたら最強説唱えてるんですけど、打撃ができる柔道家、やっぱテイクダウン強いよね、際のこの投げみたいなのが、そうそう、やっぱりストラッサー選手はね、めっちゃ強いけどね、フィジカルもあるし、それをね、跳ねのけて、僕の上位互換顔がいい、顔がいい、ね、マッチョにして、よくろくして憧れのあと阿部選手、右が強いんでしょうね、パンチ、まあ、硬い右なんだと思う、ボーってやるとみんなボーンって効くじゃないですか、まあ、骨格で打ってる感じするよね。それ外しちゃったなぁ、やっぱ適正階級とかにしました ね、やっぱ爆発力が、だからこれを機にちょっとウェルター級、もう盛り上がってほしいですね、うん、盛り上がってほしい、やっぱ見応えあるじゃないですか、いるしね、ゲータローさんとかもいるし、ね、先輩、ね、先輩見たいよ、すごい、確かに、あとまあね、テンも、まあ、USC だけども、確かにね、いつかね、交わってると思ってほしい、頑張ってるじゃないですか、いやすごいっすよ、アメリカで一人で、あっちで彼女も作っちゃった取材されてたからすごいなぁ、すごいっすよ、タフだよなぁ、ね、そんな感じじゃなかったのにね、すごい、あと何を予想しますか、あとメインですね、萩原選手対山瀬選手、ボクサーは多分複雑な心境で確かに、だからいじんなかったからね、予想も何もしないで、そう、2人とも YouTube でお世話になってるんでまあやっぱそこはもう別でやったらいいんじゃないですか、いやもうそこはちゃんとやるだからちょっと板子使ってこの憑依させて、何を憑依させて何が喋ってるのビートたけしいや、この試合は、八千もほぼ予想通り、展開も、もうスパッと一本決めると思うっていう、技こそ違ったけど、山下さんはそんな決め強いイメージなかったんですけど、いやでも腕絡みとか、まあ、確かに、まあ三角のイメージないですけど、なんか腕絡みから洗濯バサミと か、なんかそういうのは、ね、強いイメージ、結構それで決めてますもんね、まあずっとやってたからね、リングで、そうっすよ、ね、やっぱりそこのね、やっぱし厚みが出るっすよね、
あとあれですよね、初めて適正階級でやったんですよね、ライジンで実は。本当そう68、めくるとき68、そう、73、上田選手73で、今回66って。ああ、なるほど、すごいね。そうそうそう、すごいやっぱりそんぐらい身を削んないと回ってこないんじゃない、チャンス。そうなんですかね、あんま要求してない。でも確かに初期の頃はかなり68でやったりとか、もういきなり2週間前オファーとか全然ありましたし、小見さんとはしたよ、73とかだよね。そう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 、ああ意外とフレキシブルに対応して確かにそんな時期もあったね。そう、最初はやっぱりどうにか出たいんででもやっぱそういうスタンスは貫いていった方がやっぱこうつながっていくんじゃない、うん、調子乗ってない、乗ってないっす。あ、でも話しとると思います。まあでも強かったってことですね。そう、でも思ったよりやっぱ打撃の攻防で5点になってたなっていうのは、うん、もっとドミニア選手打撃の強いイメージだったから、うん、やっぱそれをあんだけ、まあ、短い時間でしたけど、うん、結構その打撃でコントロールする萩原選手のやっぱ打撃の強さっていうのはあるんだろうなっていう、うん、和製まくれが、うん、すごいっすよね。またフェザー級はでも面白いですね。確かにドミネートさんまたちょっと一個株上げて、うん、ね、またトップどころと絡みそうっすね。確かに、うん、まあみんいっぱいいるよね。でこれで金ちゃんとかも出てくるわけでしょ。そうっすね、前岩選手とか、ね、確かにそう、対戦相手もね、うん、出てきそうな人じゃないですか、うん、確かに勝った方がいくでしょうね、うん、確かに楽しみだね。楽しみですね。いや、今回の判定どうでした、大阪大会全般。それ物議を醸してるのは、大原選手と明、うん、あと中村大輔選手と山本空、はいはい、あれはスプリットだね。あと、まあ、あと梅野選手と浩二選手。え、まあ、キックはあれか、まあ、キックに関やっぱライジンってダメージが 50% なんですよ、うん、割合でね。で、なんかリングジェネラルシップとかアグレッシブとかで 20%、30% とかで計 100% なんですけど、うん、そうなんだ、うん、あのキックの試合しか物議入ってこなかったけど、まあ、物議っていうかスプリットだったんで、うん、MMF2 つは、うん、まあ割れましたよね。僕は中村選手勝ちの、うん、アキラ選手勝ちかなって見てたんだけど、でもまあよくその判定基準とか考えるとやっぱダメージが、うん、50% 締めるってなると、あの最後の3ラウンドのちょっとフラフラ、うん、聞いたのか聞いてないのかちょっと分かんないけど、フラフラってしたのが、うん、多分響いたのかなっていうイメージだったんですけど、にしても 1-2 をまあある程度コントロールして、それであの3ラウンドの一瞬で全部持ってかれちゃうんだって思うと、ああそういう感じかっていう俺は印象受けましたけど、コントロールしただけって感じじゃなかった。パウンドとかも当ててなかった、ね、まあまあそうね、確かにそれは確かに間違いないんだけど、ワンもあんまりそういうの評価されないですよね、うん、だからまあそっちにもこう行ってるのかね、今の MMA が、うん、やっぱし、うん、そういうことなんですか。その昔のコントロールとかテイクダウンとかってあまりにもその重要視しちゃうとさ、うん、違う人がこう無双しがちになっちゃうっていうか、ダメージ最優先したら、うん、まあ面白くなるしね、試合も。そうなんですけどね。ただちょっとこう固めてほしいよね。そうそう、なんかちょっと曖昧、うん、でダメージって何なのかみたいな、頭に対するダメージなのか、体に対するダメージを考慮されないのかとか、うん、で腫れたのか腫れないのか、そう、血が出たとか出ないとか、その削るのもダメージじゃないですか。その頑丈さも入ってきますよね。そうそうそう、当たっても効いてないパターンもあるし、確かに難しいよ、ね、ヒット数なのかダメージ、ダメージって難しい、難しいっすよね。そこら辺をちょっとだからあのジャッジの人がそう、選手がバンって殴られた時に電流がビリビリってこうなったら分かるんじゃない連動させて連動させて、ああこんな痛いみたいな、今のはこんな痛いんだみたいな、ミドルもこんな痛いんだみたいな、ね、死んでますね、最悪バラさんのレギスにそれつけてそうちょっとでもいろいろね、あの明確にしてほしいとかあるっすよね。まあ、ね、あ、もうプレイヤーだからね。そうそうそう、まあまあ、ダメージの定義とはみたいな。だからもう統一しちゃってもいいんだよ、ああいうなんてユニファイトに、もうもはや、うん、KO しろって話っすけどね、フィニッシュ。そう、そのところっすかね。そうですね、まあ、予想は今回3個中2つっていうね。ね、あ、惜しかったな、惜しかったですね、うん、はい、
今日は振り返り、はい、予想の振り返りをやって、ボクさんとやってみました。ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。